就活会議。皆さんこんにちは、就活会議の竹もこです。今回は22卒の就活生がおすすめするインターンシップ2021年のランキングとインターンシップ内容についてスタッフさんと一緒にお話しながら紹介していきます。お願いします。よろしくお願いします。今回はオンライン編ということで、今ではオンラインのインターンシップもやっているんだなと感慨深くなっていましたけど、ちなみに前回はですねオフライン編ということで、オフラインで開催されるインターンシップについてもランキングに沿ってご紹介しておりますので、概要欄からぜひご覧ください。早速ランキング見ていきましょうか。第1位が三菱 UFJ 銀行、2位が日本政策投資銀行、3位が三井住友信託銀行、4位が関西電力、5位が東京海上日動火災保険、6位がアビームコンサルティング、7位が三井住友海上火災保険、7位がタイでもう一つありますデロイトトーマツコンサルティング、9位が楽天、10位がニトリ。銀行がすごいですね。すごいですね。前回のオフライン編で第1位が三井住友銀行、第3位がみずほフィナンシャルグループで、 UFJ ないなと思ったらオンライン編で1位に輝いてますね。銀行に行く人はインターンシップからの流れが王道なんでしょうね。銀行のインターンシップが人気というよりは、銀行を志望する限りはインターンには絶対に参加しなきゃいけないみたいなあるんですかね。早期選考とかもあるんでしょうね。1位の三菱 UFJ 銀行に関しては、法人営業、システムデジタル、サイバーセキュリティの3つのインターンシップを実施していて、今期はすでにもうそれは応募終了してしまってるんですけども、2ヶ月間の間、平日の2日程度、実際の業務に従事する中期インターンシップも用意されていて、これオフラインになるんですけど、時給1500円で8月31日締め切りと。なので23卒の銀行志望の方とかこれぜひ参加してみたらいいんじゃないでしょうか。そうですね、これはいいと思います。中期のインターンシップのプログラムが4つあるみたいですかね。会社の組織の中の部署ごとに業務内容が分かれているので、私も入って思ったんですけど、大きな企業ってやっぱり部署によって結構カラーが違ったりするので、一個一個の部署の雰囲気を知れるっていうのはすごく有意義かなと思います。そうですね、参加者の声聞いてみましょうか。ワークがリアルでかつ簡単な財務知識も身についた、座談会の形式でさまざまな部署の方から幅広くお話を伺うことができた、たくさんの行為の方々と少人数で交流できた、実際の法人営業を体験することができ満足、校内の雰囲気や制度がよく理解できたと。実際の法人営業を体験することができるのすごいですね。そうですね、前回のオフライン編でも言いましたけど、やっぱり座談会形式でいろんな社員の方とお話できるってのはインターンの魅力の一つですよね。そうですね、オンラインとはいえ雰囲気や制度がよく理解できたということで、その辺もカバーされているような内容になっているのかなと。第2位が日本政策投資銀行、こちらちょっと聞きなじみのない銀行ですけど、公的な機能を持つ金融機関で、国の金融政策に沿ったサービスを提供している機関で、政府系の金融機関と呼ばれることもあるみたいですね。有名どころだとパスモに対して融資を行ったりする業務内容という感じですかね。池袋のサンシャインシティの設立とかにも携わってるみたいですね。そうなんですね。こちらがインターンシップの内容ですね。まあ、オリエンテーション、企業分析に関するケーススタディ、グループワークとプレゼン、そして座談会。これは各半日、午後のみの内容なので、割と気楽に参加できると思うんですけど、今期は終了しちゃってるので、来年以降参加してもらえればと思います。半日で結構盛りだくさん。そうですね。あと金融業界を目指してない学生とかにとっては、政府系金融機関って個人で関わることがなかなかないので、逆に広い業界を見てる段階の人は参加しておくといいかもしれないですよね。そうですね、私も半日だったら参加してみたいな。これは、実際に中で何をやってるのかって分かりづらい銀行だとも思うので、銀行のみならずパスモとかにも融資を行ってるってことで、他の企業に行く場合ももしかしたら関わることがあるかもしれないので、ぜひ参加できる方はしてみてください。参加者の声を。はい。
短時間の割には密度の濃いワークショップだった。ワンデーで効率よく企業のことを知ることができる。オンラインとは思えないくらい充実したグループワークができた。 DBJ について知れる上に社員の方と交流する機会がある。公的な視点を交えつつスケールの大きな業務を体験できる。ワークの難易度もさることながら参加する学生のレベルも高く、就活に対するモチベーションが高まる。一見すると想像しづらい政府系金融機関の業務をグループワークを通じて体系的に理解することができる。半日だとやっぱ参加ハードル下がりますよね。しかもこれオンラインでできるのでだいぶハードル低いですね、はい、これは本当にいろんな業界まだ見てる段階の人、特に 1,2 年生とかも見ておくといいんじゃないかなと思いますね。3位は三井住友信託銀行。前回のオフラインのインターンシップの1位が三井住友銀行なんですけど、今回は三井住友信託銀行と。銀行業界見てない方だとこんなに銀行って種類があるんだって正直私もちょっとそうなんですけど思っちゃいますよね。そうですね、3日間のインターンシップでコンサルティングであったりとか、顧客に対してどういった価値を提供するのかとか、あとはビジネスプランとかですかね。そうですね、特にこの Day2 の真ん中の方の信託銀行にしかできない顧客価値の創造とかは、信託銀行ってあんまり馴染みがないと思うので、単純に知識として知っておくといいですよね。そうですね、大人になってから学ぶ機会ってなかなかないので、うん、いいと思います。このホームページだとコンサルティングとか顧客価値の創造とかっていうところしか書いてないのであれなんですけど、就活会議のサイトだとインターンシップの口コミとかっていうのも見れるので、よりもっと詳細知りたい方はぜひ就活会議のサイトから見てみてもらえればと思います。そうですね、参加者の声見ていきたい。充実したワーク内容が用意されていて成長できる。信託銀行の幅広い業務に関して全ての業務を体験できるワークが用意されており、これに参加すれば信託銀行を概ね理解できた。信託業務についての知識がほとんどなかったが、さまざまなアセットを一つ一つ丁寧に教えていただき、ワークを通じて定着することができた。信託銀行業務を通じて他の業界の理解も深めることができたと。ワークは結構充実したものが用意されてそうですね。そうですね、結構3日間がっつり理解を深めるっていう感じですかね。知識がほとんどなかったけど理解ができたってことなので、理解がなくても全然参加できる内容になっているのかなと思いました。そうですね、逆にあんまり理解なくても参加できるんだっていうのも分かりましたね、これで、うんうん、そうですね、うん、第4位が関西電力。こちらページ内の文章なんですけど、本インターンシップでは関西電力の社員が実際に挑んだプロジェクトをリアルに追体験することでマーケットや社会に変革を起こしていく、関西電力の事業や仕事のダイナミックさを体感していただきます。追体験って面白そうですね。面白そう。インターンシップって結構理想を語りがちというか、どうしても自分たちでビジネス想像してくださいっていうとなかなかその実現可能性どうなのみたいなところあると思うんですけど、これは実際に挑んだプロジェクトがベースとしてあって、それを体験できるっていうことなので、リアルな現場、リアルな仕事っていうのを知れそうですよね。学生ならではの発想で提案してくださいとか結構言われがちなんですけど、実現可能性ってどうなのとかフィードバックで言われたりするっていうのがあったりするんですけど、そこも気にするんかいっていうのありますよね。そうそうそう、こちらではね、リアルな実際にやった提案を追っていくっていう感じになるんですかね。そうですね、うん、この技術コンサルティングに関しては理系のみ応募が可能というらしいですね。なるほど、分かれてるんですね、はい、これはテーマは街づくりみたいですね。社会の基盤である関西電力だからこそ担うことができるダイナミックな街づくりプロジェクトの体験。電力会社が街づくりにも寄与するっていうイメージってあんまりないですよね。確かに。参加者の声見ていきます。3日間でグループワークと企業説明があり、社員と関わる機会も多かった。電力会社が岐路に立たされている中、新しい事業への挑戦を感じられた。接してくださった社員の皆様と働きたいと思えるインターンシップだった。エネルギー業界の今後の進展について理解を深めることができた。座談会の時間が十分に設けられており満足度が高かった。ワークの内容はユニークなもので大変面白かったと。やっぱりユニークですよね、学生の方から見ても。そうですよね、これこそワーク式のインターンシップでありながら業務体験もできそうなお得なインターンシップな感じがしますよね。お得、面接だけでも受ける価値がある。結構がっつりコンサルのワークをするんだなって
ていう。結構思ったより大変だったかもしれないです。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。